はい、岡山将棋教室です。よろしくお願いします。今回は佐藤康光流のダイレクト向かい飛車の将棋を2局ご紹介します。よろしくお願いします。ダイレクト向かい飛車、これがダイレクト向かい飛車ですね。角交換四間飛車から向かい飛車に振り直す将棋に比べて、四間飛車の一手分を省略してダイレクトに向かい飛車にできているので、持久戦になれば一手得するというのがメリットとなります。この2四歩は銀冠を目指した手となります。こちらは持久戦にしていっても一局の将棋なんですけど、相手の銀冠が時間がかかるので、その間に左辺でポイントを稼いでおこうと思います。これで駒の効率はこちらが優勢となりました。相手の桂馬は使えないのに対して、こちらの桂馬はいつでも6号まで跳ねることができますね。左辺で少しポイントを稼いだので、とりあえず美濃囲いに囲っておきます。この5五歩の狙いとしては、次に5六歩同歩7九角から4六に馬を作る手を狙っています。まあ、5六歩はおそらく取らないんですけど、取らなければ取らないで、1分持たれてから7四歩同歩7六歩の桂頭攻めがあるので、こちらとしては5六歩を突かれるとどちらにしても嫌な展開となります。ということで、こちらとしては5六歩と突かれる前に戦いを起こしに行きます。角打ちがポイントの一手ですね。5二金で何でもないようなんですけど、8五歩から飛車交換を狙います。飛車交換が実現すると、8二飛車で金桂両取りが決まるのが大きいです。なので相手としては飛車交換することはできませんでした。こちらは角を手放していますが、飛車先の歩も交換できているので十分指せると思います。相手としてはこの局面で非常に指す手が難しいですね。さっきまで狙っていた5六歩はもう飛車の位置が違うので、同歩と取って何も起きません。また先ほど飛車先の歩を交換した効果で、相手の飛車が4二まで移動するような展開になった時に、8四の歩を取って飛車先を突破することが可能となっています。なので相手としては本当は4五歩から4二飛車の筋で4筋を攻めたいんですけど、こちらはその筋を封じているので、相手は非常に攻めにくい状態となっています。この端歩は桂馬が使えていないので、9三桂から8五桂と桂馬を使おうという手になります。まあ、こちらとしては桂交換されたとしても損はないので、ここは落ち着いて角を引いておきます。この手は角を逃げただけではなくて、次に4七角から8三に歩を打って攻める手を狙っています。相手は予想通り桂馬を跳ねてきました。次に8五桂や8五歩を狙っています。一応この局面で6五に桂馬を跳ねるような手もあるんですけど、3六の角が今筋違い角の状態なので、桂馬とうまく攻めが噛み合っていないですね。なのでここは予定通り4七に角を引いて8三歩の攻めを狙います。こちらとしては次に8五歩でも8五桂でもどちらでも8三に歩を打つ予定です。これが狙いの一手ですね。4七に角がいるので、この歩を取ることはできません。この局面で飛車を逃げるか飛車を取り合うかの2択となるんですけど、8六歩の方が普通ですね。まあ8六歩にこちらは8二歩成で、向こうも8七歩成とやってきたら、6五に桂馬を飛べるのが大きいです。
桂馬を飛んだ後は9一の香車を取って5四香の分かりやすい攻め筋があるので、こちらが少しいいのかなと思います。なので相手としては飛車交換をせずに辛抱してきた印象ですけど、この局面はこちらが十分させるのかなと思います。この4五歩は攻守ですね。相手の飛車が攻めに使えていなかったので、この4五歩から4六歩で飛車を使おうという狙いになります。こちらは角がいたままだと狙われてしまうのでさばいておきます。この局面で攻めるか守るかは非常に難しいですね。攻めるんだったら4四歩ですし、守るんだったら4七歩や4八金寄りが考えられます。攻めるんだったら4四歩同飛車3六桂4一飛車4四香の筋なんですけど、その攻めがうまくいくかどうかは難しいところですね。こちらとしては4六に桂馬を打たれる傷があるので、桂馬を渡すような攻め方はあまりしたくありません。4七に歩を打つのが一番手堅いんですけど、4七歩だとこちらの馬が自陣に効かなくなるのがちょっと気になるところですね。なので先手は取れないんですけど、金を寄るのが一番隙のない受け方だと思います。普通はここに桂馬打つ手はあまり良くないんですけど、今回に限って言うと4七の地点と6七の地点を同時に守れるので味がいい一手となります。こちらは先ほどから受けてばっかりなんですけど、駒得しているので持久戦になればなるほど優勢になってくると思います。逆に急いで攻め合いにしてしまうと玉の硬さが相手の方が硬いので、駒得が生きない展開になって逆転負けしやすいので要注意です。これでこちらの玉は鉄壁ですね。ここから反撃に移ろうと思います。これは単純な金取りなんですけど、相手としては非常に受けにくい状態となっています。これは何が受けにくいかというと、金を逃げた時に7九に香車を打って角の逃げ場所がありません。なのでこの桂打ちは金取りと同時に角の逃げ道を封鎖した一石二鳥の手となっています。この香打ちで優勢ですね。相手は角を助けることができません。相手としては角が逃げられないので攻め合いに持ち込むしかないんですけど、こちらの玉はかなり鉄壁なので攻め合いはこちらが一手勝ちすると思います。ここからは攻め合いとなります。
こちらは角をタダで取ることができますが、相手は銀を使って取っているので、この攻め合いはこちらが銀を得しました。ここは間違えずに金寄りで取るのがポイントですね。金上がりで取ってしまうと6八に角を打たれて受けにくい状態となります。この辺りを受け間違えてしまうと、せっかく優勢なのに簡単に逆転負けするので要注意です。この4三歩でこちらの一手勝ちとなります。同飛車だったら5四角がかなり厳しいですし、このまま放置していても4二銀で寄り筋となります。どちらにせよこちらの玉に詰めろがかからないので、この局面は一手勝ちだと思います。これが受けの決め手ですね。金取りを逃げるのと同時に相手の角の利きを遮断しているので一石二鳥の手となります。これでこちらの玉は寄りません。対局開始。はい、それでは2局目ですね。よろしくお願いします。こちらが後手番で、相手が飛車先をどんどんついてきた場合は角交換振り飛車にはしにくいんですけど、この組み方だったらダイレクト向かい飛車にすることができます。ダイレクト向かい飛車、もちろん8八に飛車を回るところで6八飛車から角交換四間飛車にすることも可能なので、この辺りは好みによって使い分けてください。今回は1局目とは違う指し方をご紹介しようと思います。6八金8九飛車の形を作ることによって非常にバランスのいい構えを作っています。この形は6六の銀が使いやすいのがポイントなんですけど、この銀がさばけなかった場合は不利になってしまうので要注意です。玉の囲いをどうするかなんですけど、今回は金無双にしておきます。狙いとしては将来的に端の位を逆襲するような感じで指していこうと思います。ちなみに美濃囲いにしてしまうと端の位がさすがに大きすぎるので不利になってしまいます。穴熊にする構想は考えられますが、今回6八金型なので穴熊と金の距離が離れすぎていてあまり組みたくはありません。5八金型だったら穴熊は有力だと思います。これで地下鉄飛車の形を作っておきます。相手は6五歩とついてきましたが、ここは銀をぶつける一手ですね。このような展開になった時に8九飛車6八金のこの構えが角銀の打ち込み場所がないので非常に優秀な構えとなっています。中央を固めてきましたが、銀交換してからこちらに手番が渡っているので相手としては偏重かなと思います。こちらがチャンスなので銀を打って攻めていきます。これが狙いの角打ちで早くも必勝形となりました。
この手が飛車取りとなるのが大きいですね。相手はおそらく角打ちをうっかりしたと思われます。この6六歩は好手ですね。このまま放置しておくと6七歩成同金7八角で飛車金両取りが決まってしまいます。なのでここはすぐに攻めたいところなんですけど、落ち着いて歩を取って相手の攻めの面倒を見るのが最善手だと思います。この銀打ちは取ることはできませんが、このまま放置しておいても何か起きるわけではありません。なのでここでこちらは反撃に移ります。この飛車打ちがシンプルなんですけど非常に厳しい手となります。これで相手玉は一手一手の寄り筋となります。こちらの玉は寄りません。斜めの駒が手に入れば4一に打つことができるので5七金打ちが決め手ですね。これで強引に銀を入手して4一銀を狙います。最後は遊んでいた成銀も使うことができて、これで綺麗に寄せ切ることができました。今回の将棋は6五歩から銀交換になったんですけど、そこからはこちらが優勢となりました。まあ、ただ6五歩のところで玉を囲ってきたら1六歩から端を逆襲していって、その局面もこちらが十分指せるかなと思います。